真子様国民への復讐が原動力か、結婚しなければ、の強烈な自己暗示。秋篠宮家の面々が、しばらく公務に出なくても済んでるんだから、女性宮家も巫女も不要。仮に、小諸殿下が誕生したとして、公務に出てきたら、物が飛んできたそう。しょうもない理由で、志し下劣な皇族を作るなんて、国民は望んでません。ところで、 マゴさん、そんなに日本国民がお嫌いでしたら、さっさと、裸一貫でニューヨークにでも移住してください。まあお一人では、寂しいでしょうから秋篠宮家揃ってでお願いします。もちろんスムラセ席は外れてね。皆さん、こんにちは。見てくれてありがとう。これは、 私が話したいトピックです。天皇陛下の誕生日会見から1ヶ月が経ちました。陛下の会見では、孫様さまのご結婚問題について、初めて言及されるということで、その点にも、大変な注目が集まりました。このような問題を陛下にまで飛び火させたことについて、宮家は猛省するべき。しかし、今のところ、破談を決めたとか、 それらしい情報はありません。話し合っています。ご心痛です。客観視し始めています。といった意味不明な自己弁護を繰り返していらっしゃるばかりです。そして、ま子さまも秋篠宮殿下もオンライン公務にすらお出ましにならないという状況になっています。この3月から、いよいよ、皇位継承問題の議論が始まります。ここで、やはり、ついて回るのは、 神子様と小室圭さんの結婚問題、もし、女性宮家や巫女制度が導入されたならば、小室圭さんが、皇族、あるいは皇室と縁深いところで働く、という可能性もあり、良識ある国民としては、議論の行く末を、注意深く見守らなければならないでしょう。お二人の結婚は、当事者問題を超えて、日本の象徴を揺るがしかねないスキャンダルに発展しています。 美しくも、イギリス王室でも、現在同様の問題が生じています。王室の伝統を軽視し、特権乱用などと言われた名ー妃ですが、ハリー王子を操り、英王室に復讐を仕掛けている、などとも言われています。名ー妃と小室圭さんの共通点として、他人の懐に入り、 弱みを握り、意のままに操ろうとするパーソナリティなどと指摘する指揮者もいます。ここまで大問題に発展した中、疑念を払拭するために、小室圭さんと佳代さんは、何をすればよいのかといえば、すんなりと婚約自体を申し出ることが望まれているのですが、メディアは釈明会見をするべきだと主張している状況です。まず、何度も申している通り、 釈明会見を小室圭さんがする可能性は今のところゼロでしょう。なぜなら彼の真の目的は眞子さまとの結婚ではない。自らが批判の矢面にいた決断を今さら固めるとは思えません。もしそんなことができる人物なら19年1月の文書で金銭トラベルは解決済みと言い放ったことは何だったのかという話になります。おそらく 皇室との遠赤関係、それに付随するメリットについて、大きな魅力を感じているでしょうが、純粋な愛情があるとは思えません。宮内庁へ、連日、数十数百の抗議電話がかかってきており、さすがの秋篠宮家も結婚を躊躇しなければならない状況にあります。とはいえ、躊躇している段階ですが、必ず結婚させることは決めている。であれば、 あの小室さんがわざわざ出向いて釈明会見を開くわけはありません。彼は皇室をボロボロにしてもどこ吹く風です。このまま時間が経過して一番自身にとってメリットが大きいタイミングを探っている帰国後に文書を発表するとしても国民の期待するような内容ではない。さて日韓現代の記事で すごい的外れなことが書いてあったので取り上げたいと思います。新子様が、もしうまくいかなくて離婚しても、赤坂御用地には戻れない、再婚のハードルも非常に高いので、小室圭さんと添い遂げるしかない、などなどと書いてありました。再婚の可能性は否定できませんが、かなりハードルが高いですね。まず、太陽だの月だのと、小室さんに、 熱烈なラブコールを送ったことは、全国の人が知っています。次に現れる男性には気分が良くないでしょう。それに育ちから行って、普通の家庭に収まるのは無理です。お相手探しはかなり難しくなります。従って、小室さんに問題はあっても、ここまで来たら結婚し、添い遂げるしかないでしょうね。眞子さまも、 内心では、ここで、破局になったら、二度と、結婚のチャンスは、巡ってこないと思っていらっしゃるのではないですか。この記事皆さんは、どう思われましたかでは、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。佐川様、いつもありがとうございます。こちらの情報が、一番的確であると、一国民として勉強させていただいています。 国民のこの気持ち公室に届いてほしいです。マ、ま、コ、あの結婚は、秋篠宮家の終了となるでしょう。年宮愛家内親王に皇太子になってほしいです。秋篠宮家一家全員、皇籍離脱してから、結婚しか国民の納得する形はないと思います。こんな、お金に汚い宮家は、 ない方が納税者である国民のため。不透明なお金の流れって、秋篠宮家から川島家はどうなの赤坂御用地の秋篠宮家に国税庁は査察しないのかな国会議員の贈収賄は、東京地検の特捜部が入って厳しく取り締まりされるけど、皇室の税金の使途の流れはどうなんだろうもはや。 破断させる方法はないのでしょうか。万一、結婚強行となる、ならば、A 宮家に口頭を移さないように国民が抗議していくしかありませんね。あのお姫様の頭の悪さにはうんざりして、こちらが具合が悪くなりそうです。色ぼけも大概にしてほしい。秋篠宮和也は、功績離脱してから小室氏とご結婚されたら、 国民は何も言いません。皇位継承についての議論の際、男子優先でも秋篠宮家の闇問題、国民が反対するわけを考え、議論を進めてほしいです。皇室にふさわしい人柄、国民が尊敬できる人でなければいけないと思います。国民の多くは、天皇家から選ばれることを望んでおられると、存知上げます。 小室と真子が結婚しようものなら、友人は天皇に離れないと思います国民が許し、ません的確な意見です。いつも安心してみれます。何としてでも破談にしなければなりせんね。不透明なお金の流れが続いていくことが、最大の問題、まさにその通りですね。一般人になってから勝手に結婚すればなどの声もありますが、 効果しようが一般人になってから結婚しようが、A 三宅が一生援助できる構造なので、結局同じことなのでしょう。A 三宅が何の弱みを握られているのか知りませんが、破談にしてくれたら何が出てきても誰も気にしないと思いますけどね笑い。どうしても結婚したいなら A 三宅ごと功績離脱してもらいたいものです。 秋篠宮は本当に結婚させるのですか皇族とは何なのでしょう稚説で愚か。もとより、世間知らずなの十分わかる、皇族の責務を果たせない果たす気もない、なら、新しい法案でも作り離脱させ、秋篠宮家の死と不明金を明らかにする、など願う、敬われない皇族の存在意味などないです。 秋篠宮家を功績離脱させれば問題解決じゃないの今、抱え始めを放送していた、来年からは、本物の内心脳が登場。楽しみ、気持ち悪い内心脳は見たくないから、映さないでほしい。小室親子の金に対する執着心は、凄さまじいものがありますね。年金の不正受給、婚約者の生命保険金の書き換え。 実施された小室家の財産屋のてこの手で金をむしり取ってきたのでしょう。こんな親子に、いまだに、国民の税金が警備士として使われている、学費などに使われている。洗脳だとしても、親である秋篠宮が何もできないありさま、国民が、自ら、宮内庁、政府に抗議せざるを得ないなんて前代未聞ですね。陛下に、 マコさんの結婚問題を言及されたから、ここまで、大きな波紋が広がったんでしょう。陛下を、美智子さんと秋篠宮で、うまく操るつもりだったんでしょうが、自ら、火に油を注いだだけ WW。早く、豪華のお始末をお願いしたい。小室との結婚が、皇室破壊へ向かう。わかってるのになぜ止められないのでしょう マインドコントロールされてるなら、専門医と相談とか、皇室を救う術べを取らないのか破断一択。悠仁さまが不憫でなりません。周りが自分をおかしくする。でも、皇族のお金の使徒は、宮内庁も把握してないって、初めて知りました。武田先生の話だと、普段の生活は、大変質素なお暮らしだということでしたが、 こりゃ分からんね。億単位のお金が払われているとなると質素な生活だとお金が余りません一体今まで何に使ってきたのやらぜひ、この辺りも佐川様には注目いただきたいです